にちは、木下優香です。今日はね、じゃん、餃子を100個作りました。はい、これ全部種から作って100個包みました。じゃあ作り方いきたいと思います。まずはキャベツをみじん切りにします。今日はフードプロセッサーを使うので、フードプロセッサーに入る大きさにします。プロセッサーとかがない時代は餃子もみんな手動でみじん切りにしてたんでしょうね。はい、登場です。はい、みじん切りできたら塩もみします。なんかちょっとキャベツのね、ボリュームが減ってきた気がする。これは塩もみできてる証拠や。はい、キャベツは塩もみできたら水分を出すためにちょっと置いておきます。あんちゃん、キャベツ食べますか？ベジタリアンキャベツ。ひき肉は粘りが出るまでこねます。ちょっとお水加えるといいみたいです。これは辻ちゃんのチャンネルの真似です。お水入れるのは私初めてやけど、なんで入れるんやろひき肉が白っぽくなるまでこねこねしましょう。パンタロン、ロンのね、不屈の精神は見習いたいものですね。ダメって言っとるのに、成功した試しは1000回に1回ぐらいじゃないか。やめなさい。でも強行突破せんからロンはね、いい子やね。キャベツが1玉、ひき肉は400、ニラは1袋。はい、ほらちょっと白っぽくなったと思います。で、あのキャベツをね、ちょっと手で水を絞りました。見て、水がね、こんだけ出た。で、さっきの一玉のキャベツこんなちっちゃくなった。で、ニラはみじん切りにします。ちょっとヘタ落として、はい、じゃあ餃子のあんを作ります。さっきのキャベツにお醤油、ごま油、鶏ガラスープ、生姜、お肉で揉みます。あ、ニラも入れるんやった、ニラ。おー、美味しそう。はい、今日はね、餃子を100個包みます。今から、はい、まずスプーンでちょっと種を取って餃子に入れます。前餃子を作る時に学んだんやけど、お肉を入れすぎると不細工な餃子になっちゃうんよね。上手な人はね、量が多くても包めるんやろうけど。そして包みます。ほら、串金も入れたけど、それでも出るわ。あ、もう出てきた。はい、まあ1個目はね、だいたいいつも下手なんですよ、私。だんだんね、後半につれてね、腕が上がってくる。おぉ、綺麗やん、さっきより。ひき肉が余っちゃったけど、これはなんかスープにでも入れよう。はい、餃子が100個包みました。頑張った。餃子のタレは5種類作ります。まずは酢醤油、お醤油、お酢、ラー油ちょこっと、煮込みは少し塩コショウを入れる。で、味噌だれ、お味噌、お醤油、みりん、酢、そして混ぜます。次がポン酢ごま油、ポン酢、ごま油。次はマーラダレ、お醤油、ラー油、お酢、お砂糖、ニンニク、すりごま、そしてお味噌。はい、これで5つ完成です。じゃーん、完成です。はい、ついに100個全部包み終わりました。じゃあ焼きたいと思います。はい、まずホットプレートにごま油をひいて包んだ餃子を並べます。私はね、羽根付きにしたいから片栗粉ちょっとまぶそう。はい、餃子にちょっと焼き目がついてきたら、ここでお湯をかけます。そして蓋します。そろそろいいと思います。じゅーん。はい、でパチパチ言ってきたら、最後ごま油を上からかけます。もうちょっと焦げ目がつくまで待ちましょう。さあ、私は今日カメラのレンズに油が飛んでるんじゃないかという心配をしております。油が飛んで後でぼやってなっとっても気にしてください。ちっちゃいからね、見えんのよね。後から編集の時に気づく、油が飛んどるわって。で、この羽がね、いい感じの色になったらもう食べれる。そろそろちょっと場所によってはいけるかな。ホットプレートはちょっとこの
全体にちゃんと行き渡らんのよね、火がね。真ん中らへんはちょっといけそうやな。じゃあ行きます。おー、おいしそう。よい。おー、いい色いい色。はい、じゃあ火を弱めます。じゃーん、完成です。いただきます。おー、自分で苦労して包んだ餃子、食べがいがあるわ。今日はね、マネージャーさんも手伝ってくれて、マネージャーさんのアドバイスのおかげで丁寧に作った。やっぱね、一人だとね、レシピなんかわわわってなるけど、誰かいるといいよね。うまそう。まずはオーソドックスに餃子のタレから。ちょっと揚げ焼きっぽくなっちゃうの。うん、おー、おいしい。中のお肉も、もこもこ、こう、あこい。あー、カリカリでめちゃくちゃ美味しい。あー、うまーい。中の種もうめっちゃジューシー。皮はすごくパリパリで最高。餃子名人を名乗らせてもらいます。もう、あ、ご飯が合うね。スープもあります。うん、次は少し王将で撮影をさせていただいた時に教えてもらった王将の人で、これめっちゃうまいよ、マジで。さっぱりいけるし、胡椒も効いとって、うん、お酢がね、なんか甘みを感じる。あかん、うん、おいしい。じゃあ次は味噌だれ。これたまにあるよね、餃子屋さんに。あ、お味噌のコクがいい。うん、おいしい。え、次、これ何のタレやったっけ。これ、ごま油とか入っとったっけな。うん、あ、ポン酢や、ポン酢や、ポン酢ごま油。うん、次から焼けたら早朝に火を止めよう。熱い。で、これはマーラダレ。そうやね、ラー油をね、たっぷり入れた方がいいんやけど、ちょっと私は今日も喉の調子が引きずっておりますので、ちょっと少なめにした。うん、おいしい。すごい本格的な味がする。うん、うん、あ、でも喉にくるわ、やっぱラー油。これ一生熱いな。お皿に取ろうかな。そうそう、私餃子するときとかお好み焼きのときいつもこの食べ方ないの。一旦鉄板からはすぐ食べられんから、お皿に移してちょっと冷ましてから食べる。あー、美味しそうだね。味噌がやも美味しい。少しはマジうまい。まあ、私は普通の餃子のタレと酢コショウと味噌ダレが好きだな。最近ちょっと私喉が痛くなっちゃったじゃん。だけどちょっと控えとったやん、辛いもの。ちょっと控えとったらすぐ弱くなるね、辛いものに。辛いもの毎日食べよったらさ、辛いものに強くなるけど、すぐ舌が戻るわ、赤ちゃん舌に。うん、でもなんか人間の戻る力っていうのはすごいよね。いや、戻る力でさ、思い出したんやけど、私さ、1年前ぐらいかな、脂肪を取ったり、何したっけな、あと。と何したっけな、もう何したかも忘れたんやけど。とかね、したんよ。で、私、今まで何かを入れる系じゃなければ、まあ、そんなに別にいいやろうと思っとったんやけど、なんかね、私、いろいろしてきたんやけどね、結局ね、あんまいじらん方がいいなって最近思うようになってきた。いや、でも別にね、整形を否定しとるわけじゃないんやけど、まあね、結局ね、してもね、ダウンタイム終わって、すぐは一番綺麗なんよ。でもね、その後ね、私が家に引きこもっとったのもいけんのやと思うんやけど、崩れるかなっていう。最近その元気になったやん。で、やっぱりね、元気になって毎日楽しく笑顔で過ごしてれば、それが一番な気がしてきたんよね、私は最近。それで顔をちょっと戻した。戻った。しちゃいけんとは思わんけど、必要もないんじゃないかなっていう気もしてきた最近。毎日こうやって辛いっていう顔をしとったら、顔もだんだんそうなってくるんやけど、なんか笑顔で毎日生きとったら、なんか自分の好きな顔になるって思った。せっかくやってもらって、なんか言うのはあれないけどね。でもね、やってもらった時はすごい自信もついたし、前向きになってよかった。よかったんやけどね。やっぱり崩れるのも早いし、もう自然に任しとけばそこまで崩れるのも早くないと思うよね。老化も自然な方がね。なんか老化が早まるような気がした。私はね、私の考えだけどね。その顔はさ、みんな違っていいじゃんねって思った。考えが持ち変わった。
うん、まあでも自信がついたりするのはすごいいいと思う。人の力を借りてね。うん、あ、でもね、みんな自分のやりたいことをやるのがいいと思います。で、結局さ、やってみらんとこれもわからんじゃん。私もさ、やらんとさ、あ、こういう感じかっていうのがさ、分かったりもするやん。やればね、いいことや、経験や、人生ね。うん、前向きな気持ちになるのはさ、別に整形しなくてもなれるやん。私はね、整形は自分の気持ちを変えるためやって思っとるから、前向きな気持ちになったりとか、で、自信を持ったりとかね、それは別に整形じゃなくても得られることないよねって思った、最近何回って思ったっていうやろ。あくまで私の意見やからね、私が思っただけだけどね。でも私はレーザーとかはいいと思った。別に別悪くないかなと思った。なんかレーザーはもう美容の範囲に、美容っていうかね、皮膚をあれしたりするやつやから、まあいいかなって、悪くはないかなって思った。やっとる。だからたまに数ヶ月にしよう。もう一回さ、訂正させていただくけど、私の顔がちょっと崩れたのは整形のせいでもないかも。生活態度、たださ、整形しようがしまいがさ、結局生活態度で顔は崩れるんよ。だからあんまり見ないかなって思った。整形した後も多分その人の生活態度が重要なんやろうね。してもこう毎日こうっていう顔して生きとったら、多分うんって顔になるよ多分。結局はあの生活態度、生活態度、うん、楽しく楽しく毎日ね、幸せ幸せと思いながら生きとくのがいいと思う。分かった。結果してもいいけど、その後楽しく生きないと顔戻っちゃうよっていう話よ。そうや、そういうことや。一重を二重にしたい人とかね、そういうのは生活態度では多分どうにもならんと思うからね。多分その後やね、絶対やった後重要なのは、その後、その後の生き方。今日思ったって思った。関西人やったら知らんけどっていうところやね。はい、第2弾いきます。はい、この辺で片栗粉をまぶします。うわっ、あっ、おぉ、わっ、わっ、うわぁ、あぁ、なんてことだ、羽根つき放題だ、やばい、これはやばいかもしれない。これクリってなるよね。もういい加減にしてよ、あの忍者屋敷みたいに。いや、どうだろう、これやばいんじゃないかな。わわわわ、はい、ここにお湯を入れます。あ、入れすぎたかな。あ、絶対おかしいやろこれ。やばいやばい、違う料理になってきた。ちょっととろう。あ、この辺がちょっと羽になってきた。あー、美味しそう。でもなんか羽やっぱりそんなに大量につけられないんかな。私のやり方が悪いんかな。まだ熱いやろな。赤い。でもさっとよりいい感じに焼けた気がする。うん、うん、美味しい。あ、でもなんか大阪の餃子はもっと皮薄い気がする。やっぱプロコアマチュアの違いやね。美味しいですよねこれも。餃子マスターを名乗るには次は皮まで作らんとね。もっと失敗する。もっと分厚い皮になる。うん、羽根つき、餃子の種で作った具、スープのね。第3弾で、次で最後かな。全部入れたい。うわー、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう、ぎゅうちゃん、安心した。餃子はザーッと土地に食べるとね。うまい。
一番最後は一番うまくやってた。完食です。ご飯。最後の餃子です。最後は少しを。ごちそうさまでした。はい、餃子100個を作って食べてとっても美味しかったです。いや、でも私の好きなシソチーズ入れればよかったなっていうのありましたね。あと焼き方がちょっと難かった。でも、めっちゃ美味しかったです。やっぱりいただくのはいいですね。あともう餃子をこう、こねてる、こう、こねこねしてるとだんだん楽しくなってきて、ストレス解消にもなるかなと思います。なので、皆さんもぜひぜひ餃子食べてみては、作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや、食べてほしいものがあったら、コメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイーターズスマイル。バイバーイ。本日の体重です。ちょっと増えてるやん。あ、51.9 です。